ルプル、すごい。こんにちは、アジーンです。今回は駄菓子屋さんで購入した材料だけを使ってスライムパレットに挑戦していきたいと思います。今回はこちらの駄菓子屋さんで1000円分購入してきました。まず1つ目はこちらです。どこかで見たことあるようなスパンコールセット、絶対ねコメント欄で突っ込まれると思う。100均にもありますよっていうね、こういう3連タイプありますよね。今回は130円で購入しました。これラスト1個でしたね。はい、まず1つ目はスパンコールセット。続きましてこちら、スパンコール入りグリッターペンの5本入り。すごい、これハートのスパンコールは、あ、かぶってるな。これと全く一緒のスパンコールが入ってて141円です。これもね100均にもありますね、こんな感じのものが。はい、続きまして、あのスライムも買ってみました。スライムまず1つ目、こちら108円です。魚がちょっと1匹ちょっと命が怪しいですが、魚がね入ってます。魚とホログラムがねちょこちょこっと入ってますね。まず1つ目こちらです。続きましてこちら韓国スライムです。韓国スライム、これも108円です。ちょっとタプタプスライムっぽくなってます。続きましてもう1個スライムあります。こちら水晶粘土、108円、こちらも買ってみました。続きましてあとはね練り消しをスライムに混ぜようかなと思って練り消しを4つ購入しました。4つもいるかな。練り消しスライムの動画は過去動画で1回だけ紹介したことがあるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは作っていきます。ここにクリアスライムを用意しました。セリアの洗濯のりで作りました。まずはこちらのグリッターを使いたいと思います。着色しようか迷ったんですが、このこういうスパンコールってなんか色出てきません？これしばらくするとなんか色がねつくので、ちょっとクリアにしときます。おう、はい、今この透明なんですけど、なんかねピンクっぽくこういうの入れた時になってます。いつもスライムが。1つ目完成です。2つ目このね痛い星いこうと思います。これ絶対痛そう、眠気覚ましですね。これ触りながらこう目が覚めるみたいな。痛いぞこれは。おお、刺さってる、指に刺さってる痛い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 ですねこれ。手裏剣、じゃあこのスライムはちょっと離しておこうかな。ここが賑やかなのでちょっととりあえずねこの辺りに入れます。あ、足りない、量が足りない、やばいやばい、量がね足りてない。ちょっともう一回入れよう。よっ、はい、2つ目入りました。 DIY って書いてあるスライム、ここで多分スライムって言うんだと思う、確か。お、プルプル、すごい。おお、韓国スライムってね結構するじゃないですか。これ108円なんでお得です。あ、でもちょっとどうだろう、ちょっとほら硬いかな、ちょっと固まってる気がします。温めたりしたら大丈夫かな。触れることは触れるんですけど、なんかちょっとね若干伸びが悪いかなという感じになってます。はい、じゃあこれは
ここに入れよう。ここがいいかな。ちょっと硬いですね。ちょっと後でね、緩めます。これはどうだろう。このスライム、これはちょっと固め、ジェルっぽい感じかな。あ、ガチャガチャのジェルのスライムみたいな感じですね。ただちょっと取りにくいかな。ボロボロに、この魚の力を借りてこうスライムをすくおう。ちょっとボリボリです。クラッシュしすぎている。なんとか取れましたが、ちょっとひどいことになってる。この子どうしよう。この子もホログラムも入っててそのまま綺麗なので、じゃあここにしようかな。はい、ここにします。ここです。水晶粘土、この色ね、めっちゃ綺麗ですよね。この子どうしよう。これもこのまま行こうか。せっかくなんでこれもこのまま入れようかな。グリッターペン使ってみたいと思います。あれ、あ、こうかな。あれ、どうやって取るんだろうこれ。あ、ここだ、ここだ。お、ちょっとスライムが柔らかくなってきた。やばい。やばいことになっている。ちょっとよくこねます。色はね、めっちゃ綺麗です。はい、完成しました。なんかすごく綺麗な色になりました。これちょっと気に入ってます。やばいな、これめっちゃいい感じになりました。桜餅みたいな感じ。これどうしよう、どこに入れたらいいかな。ちょっと緩くなりましたね。緑のグリッターペンで作りました。じゃあこれはどこに入れようかな。この辺りにしようか。はい、緑です。じゃあブルーはどうしようか。この辺にしようか。黄色はじゃあこの辺にしよう。オレンジ作りました。オレンジはこの辺にしようかな。蝶々のスパンコール使ってみたいと思います。まだ痛くない感じかな。あ、そうでもない、痛いですね。これも結構刺さると混ぜにくい。そしてこちらのパティシエール3色練り消しゴムを使っていきたいと思います。3色入ってました。あー、いい匂いする。クラウドスライムみたい。これすごいクラウドスライムみたいですね、練り消し。あ、なんかできないかな、これでね。この感じ。ダイソーのふわっと軽い粘土も混ぜました。しました。今回は駄菓子屋さんで購入したトッピングパーツをメインにスライムパレット作ってみました。ちょっとね、この辺り量が足りなかったのと、ここなんか苦し紛れにスパンコールで埋めましたっていう感じがしてますが、楽しかったです。練り消しがね、なかなかこう混ざりが結構悪くて粘土を足してあります。はい、ということでこのような感じに仕上がりました。
以上、ご視聴ありがとうございました。